皆さんこんにちは。私は家具のデザインが好きで、特にミッドセンチュリー級のデザインが好みで専門としています。今までいろいろ勉強して情報を収集して学んで、まあ今ではおかげさまで詳しい人扱いされます。ありがたいものです。ミッドセンチュリーというとどうしても古い話なので、こうした情報を得るにはどうすればいいかというと、まあ一番いいのはもちろんデザイナー本人に聞くことでしょうね。でも例えばイームズのことを知ろうと思って、チャールズ・イームズもレイ・イームズも今存命じゃないですし、で当時じゃあそこに近しい人たちが今いらっしゃるかというと、年齢的にも厳しいですね。シェルチェアが49年にデザインされたっていうんであれば、何年前だろうという話になりますから。それで重要な情報源だなと思うのは本です。やはり当時のことを知るには当時の情報を見るのが一番いいですね。それでここに一部出しておきました。これらは全部古い本で、これなんか1949年に発行されたものですし、だいたい40年から60年ぐらいに発行された本です。貴重な本も結構あってですね、現在では見たこともないような写真が載ってたりするので、当時でしか使われてなかった写真とかあったりします。でこういうのを読むのがものすごくいいです。例えばこれですけども、イームズの新しい収納家具というふうに書かれてます。これは1950年に発行された本です。当時どのような扱いでどのような評価がされてたかというのが、そのリアルタイムのことが書いてあるんです。そういったことを知ればイームズという存在がどのような扱いだったかということがよくわかります。これは1952年に発行されたものですが、ジョージ中島の自宅というふうに特集されてまして、この時にジョージ中島というデザイナー、まあ、デザイナーと呼んでいいのか、まあ、とにかくジョージ中島のことがすごく詳細に書かれていまして、彼の評価の高さというのが読むだけで伝わります。これは1954年に発行された本ですけども、グッドデザインにイームズのシェルチェアとかが登録された記事が書いてあります。まあ、これは英語だけなんですけども、こうした情報を得ることによってよりデザイナーやデザインについての知識が深まります。なぜこの素材を選ばれたのかとか、どうしてこういったデザインになったかということは、当時の流れを見ていくと分かります。まあ、なんとなく歴史研究家みたいなもんですかね。そんなに古い年代の話じゃないですけど、いろんなこの当時の情報をつなぎ合わせてパズルのようにして一つのストーリーが作られます。現在言われている評価とかストーリーが本当に正しいのかということです。それはやっぱ当時のものを見ないと分からないです。イームズは昔からすごかったんですって言っても本当かなと思うじゃないですか。それにイームズのシェルチェアが生まれたとか、プライウッドチェアが何がどうすごかったんだって言われてもっていう話ですからね。この当時の本、昔の本を読むと流れ的にあれやっぱすごいですよ。突然あんなモダンなデザインが作られたっていう印象があるんで、それは評価は得ますよね。こうした情報はインターネット上にはありません。これからまあどれだけ AI が発達しようがどうしようが、ネット上にない情報というのは吸収されませんので、貴重な情報源です。まあ、ここまでの情報は別に興味ないよって言われるとそれまでかもしれないんですけど、まあ、仕事として関わる以上は、まあ、こういうふうに追求していくのが私はいいんじゃないかなと思います。まあ、最近この家具業界とかも別に家具が好きで働いてるわけじゃないって人が増えてきたみたいですし、全然興味持たれないのかもしれないですけどね。まあ、寂しい感じもしますけど、私はちょっとこういうのは追求していきたいです。という話でした。参考になるかどうかわかんないですけど、いろんな家具の知識増やしたいなっていう方は古い本漁ってみてください。私もこれからも本の収集は続けますんでね、まあ、趣味の一つと言えますね、本の収集では。